はいどうもアニモです、えー、今日はねこのバスケットの側面を編んでいこうと思いますまあ,あのトイレットペーパーホルダーに作ってるんですけど小物入れにもなるかなって感じですまだこれ糸始末してないんですけどでえっ、ー、と今日なんですけどもうこのメリアス細編みやったりこの模様編みやったりがじゃいこしいので全くもってあのいつもやったらね上の方に説明出すんですけど今日は出すとこ多分ないですなのでえっ、ー、と動画を見ながら編んでください はいそれでは始めますお待たせしましたえっと前回ねこの社交しないメリヤス編みで底しっかりと作ってきたんですけどこれまだ作ってないし見てないよっていう人は概要欄の方にリンクを貼り付けておきますのでそこ、えー、を作ってきてから今日はね側面編んでいきたいと思いますそこはまあ別にこれじゃなくってもあの好きなように編んでもらって偶数目になってたら大丈夫ですはいそしたらまず早速編んでいくんですけど今日はねダンメリング一つだけ用意していてください はい、そしたら、まずですね、これ前回9段編んできて、アニモの場合は74目になってます。で、えっ、ー、と、最後のね、ここに細編みを、えっ、ー、と、7V できたところですね。V なんで2目入ってる細編みを編んだところです。まだ引き抜いてません。で、えっ、ー、と、リングしてた人やったらね、1目めがここなんで、ここにリングがついてると思います。引き抜き編み、立ち上がり、最初の細編みの頭ですね。で、まず、 糸を伸ばしてこうね針を抜きますそしたらこの一目目に後ろ側から針を入れますブスねそしたらこの子を針に戻します今抜いた子をよいしょでねえっとちょっとたわんでたら引き抜きにくいのでちょっと引き締めてであのぎゅうぎゅうにはしないでねふわっと引き締めたら裏にこの子を抜きます で、抜いたこの子にですね、また針を抜いて、そーっと抜いて、根元押さえといてよ。そーっと抜いたら、この子に今リングです。このね、2本、1本取りの人1本ね。ここにリングをしときます。で、えっとね、ここ、ここの子が裏に来てるんです。わかりますかね。引っ張ってみますよ。ここ見といてください。ほら、この子、この子。この子とこの子つながってるんですけど、この子の、まずね、 半目半目だけ。上半目だけ上2本だけ。まあ1本取りの人は1本ね。この1本と呼びますけど。ここだけです。よいしょ。ね、えっ、ー、とこっち側に半目残ってます。こんな感じです。そしたら手に後ろに折る糸をかけてこの子をかけて出してきます。 そしたらね、手前にこの1本、まあ2本取りの1本が残って、向こう側にもこう糸がいる状態ですね。そしたら、ここに、この針の、針にかかってる糸をね、かぶせて、こう、よ、ほ、こうです。リングの子を入れますね。で、リング外しますよ。はい。で、この状態でかけて、抜きます。 これがが立ち上りりになります。今ここにできたのが立ち上がりちょっとね変わった立ち上がりをしていきますよそしたら次の目からですねえっ、ー、とまた、えー、メリアス駒組みに似た感じのことするんですけどえっ、ー、と取るのが頭2本じゃないです向こう側1本だけ頭2本じゃなくてこっち側だけを取っていきますね向こう側半目なのでここにまず針を入れてで裏側はどこ取るかって言いますと 裏側はねこことこの左下におるこの横の棒ですこの子ねほほほよいしょこの子ですわかりますかねこの子が細編みの頭頭の左下におるこの子ですこの半目とこの子を取るって感じですこの子のここの半目とこの左下におるこの子を一緒に取る感じですねで今こうやって 取ってますそしたらここで細編みですねまずかけて出してきてでかけて2本抜くはいこれで今1つ目の細編みが編めました立ち上がりは関係なくって今の細編みの頭です針についてるところの下わからなくなる人はここにリングを付けておいてください一周回ってきてまた立ち上がる時にね同じこう使いますけどはい。でこのまんまこれを一周ぐるっと着てほしいんです この向こう側半目、ここ、ここじゃなくて、ここ。ここで向こう側半目と半目の左下にいるこの横向いてるこですね。ここです。これを取ってほしいんです。あの、向こう側一本だけ取るとちょっとね、あの、弱っちくなるので、しっかりね、そこもしっかりさせてとかないと上高さ出してくるので、しっかり編むためにここを取って編んでいきたいと思います。で、えっ、ー、と、アニマの場合だと74目ですね。 頑張って74回これをやってきます。結構ねあの何、ー、ていうのグッと押してええー、ようなとこに押したらすぐね取れたりするんですけどね。はい。じゃあまあこんな感じで、えー、と裏取りながら1本ラインが残る状態でねこの向こう側半目を取ってるんで手前側に1本ライン残ってきてます。こんな感じで1周ぐるーっといってください。はいじゃあねぐるーっと、えー、こうかこうぐるーっと回ってきました。 で、今73目編んでます。あと1目なんですけど、よく見てもらった、ここが立ち上がり。ここの目から出てますね。ただ、ここ、あと1つ残ってますよね。この子を行きます。で、この子と、この裏の子なんですけど、ちょっと裏の子ちっちゃかったりね、狭かったりするかもしれない、最後の子。やけど、無理無理ぐっと入れて。ね。そい。で、最後の子もしっかり裏の子と一緒に取ってあげてください。はい。 そしたらですね、えー、また、針を、上に上げて、糸を伸ばして、で、針り抜きますね。そしたら、まず、一目めの後ろ側から針を刺します。よいしょ。ここですね。そしたら、リングまたね、使うので外しますよ。そしたら、この抜いた子を針にかけます。よいしょ。んかかってないはい。そしたら、ま、ちょっと引っ張りつつ、 後ろにスポット出しますね。はい。そしたらまたそーっと根元持った状態で針をそーっと抜いて、で抜いたとこにこれマーカーを付けときます。よいしょ。抜けなくするためとね。次これをここを持ったらあのえあの何ていうの？ここに入れやすいのでこうやってやっていきますね。で今このこのこのところここですね。ここね。こっからこう出てるんですけど、このこの真下にいるこの V ですね。 これが前段の立ち上がりなんですけど、この V と V の間に針を入れます。この V と V の、V と V の間、V の間ね。V と V ってどこや ?V の間に入れますね。で、裏側で、この2本の下。まあ、1本取りの人は1本やけど。この下に入れて、で、かけて出してきます。じゃあね、この、 ののの立ち上がりの部位の中から出てきてきますねそうしたらまたこの、えー、針にかかってる子を針じゃないリングにかかってる子を針に戻します。でリング外してかけて抜く2本一緒に抜くね。はいそうしたらまた同じ立ち上がりができました。で次ですね次の足この子なんで、えー、頭がここなんです。 足がこの部位で頭がこの子ですね。これが1目目です。で、えっとこの段からもね。遮光しないメリヤス編みをしようと思ってたんですけど、やっぱりちょっと取るところがあの1本少ない分、あのしっかりさせるには普通のメリヤスこ編みの方がいいかなと思うので、えっとそこの部分じゃない。またメリヤスこま編みをしていきます。<laughs> まず、この次のこの部位のところですね。この間に針を入れます。で、裏側なんですけどよいしょ？ ここに出てきます。あの、前段まで、あ、そこの部分ではね、この横側から出てきたんですけど、この段からは、この V の間、この V の間から針が出てくるようにします。今、こことここの V の間から出てます。で、まずここに細編みを編みますね。はい。そしたら今一つ編めたので、この一つ目わからなくなる人は、ここにリングです。はい、じゃあ次いきますね。 次はこのここの V の間に針を入れる。で裏側はこの V の間から出てきたい。ここ。ここから出てきてで普通に細編みですね。はいそしたら次またこの V の間このね頭支えてる左下のやつとちょっと左下から出てるやつと。 頭ののの真ん中辺に向かってて生えてるこここういういとこです日本どリアかちょっと見にくいかもしれないんですけどこの V の中に入れて裏の V の間から出てきます。で細編み。はいじゃあ次またねこの V の間に入れて裏のこの V の間から出てきます。よいしょ。はいこれでねしっかりとした編み地になります。 そこのやつはねえっとちょっと1本ずらして1本少ない分ほんのちょっと柔らかいこっちの方がほんのちょっとあの何て言うのしっかりするっていうだけなんですけどこれでねこれはあの言うときますけどこう底編んだ時みたいにまっすぐにはなりませんほんのちょっとね斜めってきますこんな感じで斜めになるんですけどえっとまあ3段か4段しか編まない予定なので、まあ、ちょっとこの辺こうね こうちょっと斜めかなみたいなあんまりそんなに全体的じゃなかった目立たないかなと思うんですけどなのでこれでまずねあのー、足のところに入れて裏の V の間から出てで細編みこれで、まあ、何段かやってくるって言ったってちょっとわからんかえっとまあこれでぐるーっと切ってまたこの手前ぐらいまで来たらまたやりたいと思います でそのこの編み方で好きな段まで編んでもらったらいいんですけどまたその次からちょっと切り替えてね違う模様を編みしていくのであのそこの方だけこれにしようと思ってますはいじゃあ今ねまたぐるーっと回ってきました残りあとこことここと2目残ってますなのでここね裏プスッとよいしょであと一つですねここの部位の間に入れてで最後のところはね こここここででででいいですよいいいいすすよよしししょょははい、そしたらここで細編みですよいしょ、はい、これで次またねここ立ち上がりがいるのではいこれでまた針を抜いてほんでこのリングちゃんところにね後ろから針をよっぽとっぽそう、はい、リングちゃんところに裏から入れたらリングちゃん使うから外します。ほい そしたらまたこのね、外した子を針に戻します。向きは別にまあどっちでもそんな大して変わらないです。で、ぐっとちょっと引き締めて、裏に出して、またずっと同じことです、ね。っ元持っといて、抜いて、その間にリングちゃんをつける。で、この下のね、V。この、この子がここの子だからね、一体もんですよ。こことここね。この下のこの V ですね。 このの部位の間に針を入れてで裏っ側ね,ねこのここだけじゃちょっと対応ないのでこの下のね横棒のところここにも入れといてもらった方がしっかりするんですけどまあどっちもといいんですよ。まあにはねちょっとしっかりさせていきたいんで取れるとこは取っていこうと思ってますよ。はいでここで、えー、またね 細編みですね。あ、嘘よ細編みちゃうよ。かけて出してきますね。はい。で、そしたらまたこのリングちゃんのこを針に入れます。戻しますね。よいしょでリング取って。でかけて抜く。そしたらまた立ち上がりでちょっとね。目立ちにくいでしょ。立ち上がりも目立ちにくいし、この一番下のとこもここから始まってるんですけど、ここラインもね。他のとこと同じように残ってます。 まあ、ただそのねちょっと綺麗に見えるというだけでこんなめんどくさいことしてますよはいそしたらこの段も一緒ですねこの次の目の V の間に入れてで裏見て V の間からねをここから出てくる、ね、この V の間に出てきてますよそしたらここで1つ目のメリアス細編みですねはいそしたら1つ目にまたリングです何段こよっかな3段だけでもいいんやけどな この上の上ね、今からこの後にやっていく模様編みの方がしっかりするんですよねだから3段でいこうかなもうまあ好きな段まで編んでもらったらいいです4段ただねこのトイレットペーパーここにおられるんですけどねあと1段いたらここまででしょではであと模様ほぼほぼ模様編みで蓋が来るから模様編みを見せようと思ったらやっぱり3段にしとこうと思います ね、あの蓋つけずにねあのワンハンドルバッグみたいにこう1本こう横に上通しても可愛いと思うしあのお鍋みたいに両側に取ってつけるだけとかでも可愛いと思うんですけど、まあ、仕上げはお好きにねしてもらってもいいと思いますなのでここねもう一回一周ぐるーっと回ってきてで次の模様編みをしていきたいと思いますはいじゃあぐるーっと回ってきましたそしたらまたえー、と立ち上がるんですけど前段とは違う立ち上がりをします まずですねえっ、ー、とおっポッキー写っといちごのポッキーおいしいねこっちちっとちやとこうはいそしたらまたこうね糸を伸ばして針を抜いて一目目のところに裏から来てで裏に引っ張り出すまでは一緒ですかけて、まあ、リング取っときますねで裏にグッと抜くところまで一緒ですそしたら裏に抜いたらねこれグーッと裏に引っ張ってくださいわかりますかここの やつがなくなくくるぐらいいまでグーッと引っ張っ張てくださいそして糸をねこっち側を引っ張ってでまたグーッと引っ張って戻してねでぐーぐーになったらここでようやく立ち上がり鎖編み1つをしますはいそしたらね次です次この細編みの頭が1つ目なんですけどこの裏側のねこの横棒この子です。 裏側の横棒こういうねこの子たちねこういう子たちに細編みをしていきますえっとメリアさんの時にこの裏も取るのよって言った裏だけを取っていく感じですこの子の左下のこの子ですねこの子だけを取りたいんですよっはいこの子ねこの子だけを取って細編みをします で、これ一つ目なので、一つ目の頭。針についてる下のね、これが一つ目の頭です。で、またね、ここにリング。この段は余計わかりにくいので、できたらしとる方がいいかと思います。で、えー、次の目の左、裏の左下ね。裏の左下。ここ。この子。に細編み。次の目の裏側のこの子ね。 ここの子に細編みですねこの1段だけねちょっとじゃあ腰か知らんけどまあでもこうやってる方がマークマーク,マークちゃん模様が可愛いかなと思うのでこうやっていきたいなと思ってますよ。ははいここの次もねねど取るかかかりますか、ね、この鎖編みの裏のここですねこの子ですね。 この子この子って言って取っていったら表側にこうやってね鎖編みの目が残ってきます模様がこれをしていきたいと思いますで一番最初のとここの間から抜いたりとかいろいろしたんですけどねまあちょ,ちょっとみうーんちょっとバレるかと思うんですけど立ち上がりのとこまあまあサイドなんでねちょっと許してもらいましょうなのでこのまま1周ね鎖編みの目を出しながらぐるーっと細編みをまず編んできてください でこの段で一旦この下のねこのちょっとバスケットの底みたいなところはここで終わって次から違う模様編みをやっていきたいと思います。えっとねちょっとこっちのやり方の方が入れやすいかなと思うのがこのここの目ねここに一旦こっち側から針入れといてほんでここのこのところにこう下にねこう入れて取ったら取りやすいかなと思ったんですけどいや分からんけどね。 こっちに戻ってから頭んとこ戻ってからこのここにね。ブスッとこう刺して。やる。そしたらあの糸いちいちぐっと持たんでいいからやりやすいな。たにも思ったんですけど、まあただそれだけです。やりやすいようにぐるっとやってきてください。はい、じゃあぐるっと回って最後の目も編みました。そうしたらね、この一番最初の頭ここによいしょ針をね。チュチュチュもうリングと。 テング取ったらどこやって覚えておいてさせてくださいよ。よいしょ、ここです。この頭に引き抜きます。普通に引き抜いて、引き抜いたら上を押さえてね。針を右にぐーっと引っ張って、この目をちっちゃくしときます。で、糸戻してね。そうしたらこの段から、えー、また違う模様編みをしていくんですけど、うん。 もう今日がね説明を上にこう文字で出さない分こんな感じで書いてますむちゃくちゃな感じやけどねえー、っとですね、まあ、このメスは全然あれなんですけど関係ないんですけど最初ですね今さっき細編みをぐるっと編んできましたね裏の一本を取って編んできましたねそれがこの段ですでここまでがさっきのあのちょっとバスケットっぽいねこうなってるメリアス細編みしてきたとことここまでが さっきのところです。で、今から模様編みをしていく感じですね。ここから1段2段3段4段。4段1模様になります。ここで1模様。で、次からまた12と同じことをしていくんですけど、えっとまずですね。今からここここの1段目ね。今から鎖編み1つで立ち上がったらおえっ、ー、とね。 1一段下を取る大きい細編み普通の細編み大きい細編み普通の細編みっていうのをまずこの段1段目ねやっていきたいと思います、うん、わけの分からん編み図でしょでもまあやっていきますよはいじゃあまずですねこれ今引き抜いてるところなので鎖編み1つで立ち上がります。そしたらですね、えー、1つ目の細編みの足がここにありますね 一つ目のこれ今ね頭に引き抜いてるので頭があってこの下ここに足がいますこの足が入ってるこの下ですわかりますかねこのここです今ちょっと爪見えてるこの V の下ここに入れます針をでここで細編みなんですけどかけて 出してきたら横のところとね高さが合うまで引っ張り出してくださいこれでちょっと高さあったかなとまあ、これとね平行に針がなるようにしてもらってでここまででいいかなと思ったらここでかけて抜く細編みですこれで大きい細編み一つできましたじゃ次のね足がここにあって頭がこの上ですねこの,ふこの子には普通に細編みです頭2本を取った普通の細編み あ大きい細編みの頭ね。もう、あれ、覚えられへん人は、ここにリングつけといてください。一目目ね。もうつけずに行きますよ。で、次の足がここですね。んうん、そう。この細編みは編んだでしょ次の細編みがこの子の頭で、この足の下です。5個の穴に入れますね。 ここじゃなくて、この足の下側です。この足が入ってる同じ穴に入れて、ここですね。同じ穴に入れて、かけて出してきたら、伸ばす。これとなと高さが合えば、かけて抜く。で、次の目には、普通に細編み。で、次の目には、この一段下のところに、大きい細編み。しっかり伸ばした細編み。 で、普通の細編み。これを繰り返していきますね。わかりますかこの大きい部位ができたのと、普通、大きい、普通、大きい、普通ですね。大きいときは、この足の下かね、この足の下、足が入っているところに、ブスッと一緒に入れますよ。ここ。で、こんな感じで、これを一周ぐるっとやってきてほしいんですけど、いけますかね。 こういう見やすいとこで見ましょうか見やすいとこで見たらこの足の下ここの穴ありますねこの足が入っているここの穴大きい細編みだけはここを取りますで普通の時はこの頭2本もね取ってくださいねこれで1周ぐるっと行ってきてください、はい、じゃあまたぐるっと編んできて残り2目残したとこまで来てます、まあ、やること一緒なんですけどね細編みの次普通の細編みの次なんでこの根元を取って大きい細編みね 大きい細編みは伸ばして。で、次に小さい普通の細編み。これで1周終わって、一番最初大きい細編みから始まったんでね、この子の頭です。ここに引き抜き編みですね。引き抜いたら、ここを押さえて右にぐーっと引っ張って、ここちっちゃくしとく。でですね、はい、じゃあ次また、はい。2段目はですね、まず細編みを1つ、大きい細編みの上に細編みをして、 で次ですねこの大きいこまみの足と足を拾う細編みをしますで一つ細編みして足と足を拾う細編みこれを繰り返していきますで最後は、えー、まあこれこれじゃ見にくいでしょわからんでしょやりましょうかねじゃあですねえー、っと引き抜いたとこなんでまず鎖一つで立ち上がって 細編み1つね根元の一番最初のこの目です普通に頭2本を取って細編みをしますはいそしたら次ですねその足と足を拾う細編みっていうやつなんですけどこの大きい部位大きい部位この足を拾いますで、左側に2本右側に2本これ2本取りなんでね1本取りの人は1本ずついると思うんですこのまず V の左の足 この左の足をまず、よいしょ、取りますね。ここです。で、次の部位、大きい部位の右足だけを取ります。右足だけ。ここの真ん中でね、あの、分かれてるから分かると思います。右と左があるのね。で、こっちの左とこっちの右に針を入れたら、かけて出してきます。で、細編みと一緒です。かけて2本抜きます。 はい。そしたらですね、次は、ここ今、えっ、ー、と、右足拾いましたよね。左側に一本残ってますね。その残ってるこの右上のこの頭を細編み普通にするんですけど、ここ横にちょろっと見えてるの分かりますかこれが前段の細編みの頭なんですけど、この横向きのやつの上にね、スポッと入れたら、あの、スコッと入るとこあります。この上のね、 頭と裏山全体を取る感じなんですけど結構スポッとこのおっきく入るところがあるんですここに細編み普通に細編みですっとこうやったら分かるかな結構ねあの大きいところをごっそり取ってますそしたら次はまた足ですねここの残ってる左足とこの子と次の大きい部位の右足です 右足をかけて出してきたら、かけて2本抜く。そしたら残ってる左足の右上、ここですね。で、見たらここに横のね、線があるんですけど、その上ね、キワキワを狙ってズボッと刺したら、スコッと刺さるとこがあります。大きく刺さるとこがあるので、ここに普通に細編みです。この段はこれの繰り返しです。足、残ってる足、 拾って、次ののところの左足でかけてて出してきたら細編みです、ね、で、すね次この横のここの上にズボッと入れて細編みです。これを繰り返していってください。で足がねどうなってたら分かりにくいかなうーんまあこういうところやとちょっとばらけてるからどうなんやろうって思うところはもう全体的にねズボッとこう針を入れて。 スーッと戻ってきてたら、あ、ここやんって分かるときあります。ね。<laughs> 全部にズボッと張り入れて、スーッと戻ってきよったら、あ、ここやんって言うときがあります。ね。こう、こう、こうやって真ん中にね、この、この、この、ここがいてで、それの右と左側におるんで、うん。こうやったらほら、分かれてるんですけどね。こういうのをよく見もって、 えー、こっち側の足、こっち側の足とかをね、見持って、こんな感じでぐるっと来てください。そしたら、こういうお山マークがいっぱいできてきます。これを一段ね、ぐるっと頑張って作ってください。はい、じゃあ残り最後、一目のところまで来てます。今ね、ここつないで細編みして、普通のね、細編みをしたところです。で、次、どこをつなぐかって言ったら、この下の足の、この左足、残ってますね。この左足と、 一番最初ここ左足と右足でつないでこの右足が残ってますよねこの一番最初のこの右足がここを取ります。いよいよここですねで普通につなぐ細編みをしますよ。これでこの子とこの子もつながりましたね。いずーっと全部だからお山マークになってるはずです。 そしたら、うんと、ここが引き抜き編み、立ち上がり、最初の細編みの頭ですね。この子に引き抜きます。わからん人は、一番最初の一目やった時に,常に、つまり、に、リングストってくださいね。あ、今すぐ忘れちゃうんで、ね。<laughs> あの、言うていうたって、リアルタイム違うか、ら言うてくれへんもんね。はい。そしたらですね、この次の段いきますよ。よいしょ。次の段は、この三段目ですね。 1>, 1段目は大きい細編み小さい細編みは大きい細編みやったんですけどその反対ですちびから始まって一番最後はでかいあの細編みで終わるになっていきますでどうやっていくかっていうと、まあ、一番最初はねまず一つ普通の細編み次からでか細でか細でいきますねまずじゃあ引き抜いて引き締めてるのでね鎖一つで立ち上がりますで根元の目に 普通に頭2本も取ってねね細編みです、ね、次のでっかい細編みはどこに編むかというとこの下にお山いますねこのお山のてっぺんのところうーんお山のここの頂上ぐらいのねここなんですここでブスッとちょっとねちょっと上向き加減に刺すとスポッと刺さるところがあります もうあのー、絶対にどこじゃないとあかんっていうことないのでこの辺気にせんともう山の上のとこでちょっと上向きにグッと刺したら刺さるところ刺さった刺さってるんでねあのー、ここで細編みです大きい細編みね大きい細編みだけはしっかり伸ばして隣と高さをたら細編みですそしたら次はこのちっちゃい細編み ここの子に細編み普通に。で次この下にでっかいあのお山がいるのでねこの,このここの山の下からブスッと入るとこに入れてで大きい細編み次の目がちっちゃい細編み次の目が山の頂上に入れてでっかい細編み。 ちっちゃいごまみもうわざわざねこのお山の中に入れる時にあの裏見てどこ取ってっていうことないです。もうこの山の頂上これより下ね山より下のここから裏のちょっとなあの上に向けて刺したら刺さるとこあるんでねどっかにスポッと刺さったらもうそこでいいです。もうこうやったら普通にスポッと刺さるちょっとね 右斜め上ぐらいかな一番刺さりやすいとしたら真上まあ真上かなまああのスポッと刺さるとこがあるんでそこに何着にせんとスポッと刺さったらもうこうやって編んでいくこれでいいです、ね、そしたら今こんな感じになってきてるんですけどまたこの次の段でねこういうの,あのつまんでいくんで。 あのダイヤモンドじゃないないダダイヤかダイヤヤか型みたいなのがずっとできてくるんですねなのでこの段はもうその真ん中お山の中はね気にせずズボッとどっかにさせてくださいでこんな感じで一周ぐるっと回ってきたら一番最後はこのお山の中に大きい細編みで終わりですちっちゃいのから始まったんでね分からん人は最初にリングしとってくださいよはいじゃあぐるっと来てくださいはいじゃあ3段目の終わりですねこの大きい細編み来ました そうしたら、この最初のちっちゃい細編みの頭ね、引き抜き立ち上がり、最初の頭、ここですね。ここにまず引き抜いて、引き抜いたらグーですね。はい、じゃあ次4段目いきますね。今引き抜いたとこです。で、これ4段目ですね。4段目はですね、この最初にここから繋ぐんですね。横横繋いで、で、細編み繋いで細編みをしていきます。 でその次からまた1段目と同じことをしていくんでこの 4, 4段1模様ね最終段ですここ行きましょうそしたらまず鎖編み1つで立ち上がりますそしたらこの段はですねこことここを先に繋いでおこうと思うんですねなので一番最後一番最後にさっき編んだ大きい細編みの左足 左足と次の大きい子の右足この子をつないでつないだら細編みですねはいそしたら次はまた左足の右上におるこの子ですねこの子をごっそりと細編みしますでまたつなぎますね残ってる足と次の右足をつないだ細編みをします で、次ごっそりと細編みでつないだ細編みでごっそりと細編みでこれを続けていくと今ちょっとまたね模様がちょこちょこ出てきましたねもう分かりますかね足左足と次のやつの右足をつないだ細編みで 次このね、残ってる足の右上の子を取りたいからここを取るちょっとこうした方が見やすいかなまず足と足をつないで次ね、うん、ここなんですけどここ結構隙間あるんですよここにこっそりねだからここに細編みです こんな感じでまたぐるーっとね1周来たら11、えー、に戻ってねまたやっていくんで一旦ここをぐるーっときてあまた最後の方のこの辺にあったらまたやりますねはいじゃあ残り2目を残したところまで来ましたでさっき普通に細編みしてるとこなんでここはつないだ細編みをしますこことここですねでここでつないで細編み で最後のこの1目残っているのでねこの子の頭に細編みをしますはいそしたら引き抜き立ち上がり最初ねここつないだ細編みの頭ですここに引き抜きます引き抜いたらグーねはい。これでえっ、ー、と4段一模様のね、えー、4段ができましたこのダイヤが一つできる感じですね ね、こうバツに見たらバツに見えるしダイヤ見たらダイヤ見えるし目おかしいなるやつですよ。はいそしたらねここからまた同じことばっかりの繰り返しなんですけどとりあえずあと1段ぐらいちょっと一緒にやりますかね。よいしょ。えー、と今4段目のこの最後の細編みが終わったとこですね。よいしょ見えるかな。そしたら次この1段目のとこですね。 一段目は鎖で立ち上がってから、大きい細編み。で、ちびでかちびでかでずーっといって、最後ちびで終わる感じですね。はい、じゃあ、まず鎖編み一つで立ち上がります。で、最初はね、もうこのでっかいところの山の中に入れるでっかい細編みです。山の中に入れて、出てきて、でっかい細編みです。で、次。 このね、さっきの段でちっちゃい細編みの足があるんですけどこの頭この頭に普通に細編みです。で次この下で入るところ探してここここからスポッと出てきてでっかい細編み次ちっちゃい細編み次でっかい細編みよいしょちっちゃい細編み。 これでまたぐるーっと回ってきて、で、えー、最後、ちっちゃい細編みやね、ちっちゃい細編みで終わるようになってます。じゃあまずね、そこまでぐるーっといきましょうか。もうあと同じことばっかりなんですけどね、わ、えー、かる人はずん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 いってくれたら大丈夫です。はい、じゃあまたね、ぐるーっと回ってきて、最後ちっちゃい細編みで終わってます。そしたら最初の大きい細編みのね、頭、この子に引き抜きます。引き抜いたら右にグーですね。 えっともうこれでね分かると思うんです分からなかったらビデオ戻したり進めたりしてください今これで、えー、っと4段の人模様をいった後の1段いきましたねここの1段目、まあ、この1段目とも一緒です、ね、なのでこの2段目から4段目をずっと繰り返してほしいんですけど、えっと、どこかで終わろうと思った時は2段目か4段目このつないで細編みしましたねつないで細編みの段で終わってください じつないで細編みの段じゃないから最後の模様がこんなになっちゃうんですよなので終わるんやったら2段目か4段目ででこれで好きな段までずーっと編んできてくださいでえっとこれ途中でまた糸なくなるんですけど糸なくなったらえっと2本取りなんでねあのー、ちょっとどっちかの糸が長くてどっちかの糸が短いとかになるのでまあ長さ揃えてあのー、普通につないでもらってもいいですし もうアニモはね、ちょっとそういうのももったいないから1本ずつ普通にくくってであのくくった糸端ちょっと長めにしといて裏でどっか糸始末するなりしてつなぎ持っていこうと思ってます皆さんはね、まあ、好きなようにやってきて好きな段だけ好きな大きさにして好きな段までとりあえず編んでくださいはい、じゃあずーっと編んできてタルでペッパーがちょうど2つねぴったり入るサイズになりましたで、えー、と横はですねこんな感じです うん下がね、こうパスケット。もう一段高くてもよかったかなでもまあ、蓋がこの辺まで来たら、ここがちょっと模様が見える感じで、これぐらいでもいいかなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、このままね、あのー、ワンハンドルバッグ、こう、ここにベルトつけてね、持ち手つけるみたいなやつでもいいし、隣に行こうねって言ってたみたいな、持ち手つけてもいいし、みたいなんですけど、まあ、とりあえず、えー、一番最終段ね、ここと同じようにラインを出したいなと思うんです。 しっかりさせたかったら、他の編み方でもいいんですけど、もうこれ自体結構しっかりしてるのでね。もう、あの、トレードペーパーちょっきり2つです。よいしょ。はい。ね。なので、最後の段は 1, 1段ね。全部引き抜き編みをしようと思います。よいしょ。今ちょうど引き抜いてね、引き締めてるところです。一番最初の段まで来てます。何段来たんかなこれが。 ね、この、うん、一二三、半、三半。半、一二三、うん、ダイヤが三半来てます。はい。はい、じゃ、この段はね、一段引き抜き編みをしていこうと思います。で、今、ここね、あの、引き抜いた状態のとこの。一つの根元の目なんですけど、ここは飛ばします。この次の目から、一目に一つずつ、頭二本のところに入れて。かけて、引き抜くだけ。をやっていきます。 でまず一目目がわからなくなる人は今の時にリングしといてくださいでもう次からもね入れてかけて抜くだけ次の目に入れてかけて抜くだけ次の目ね頭2本とこ入れてかけて抜くだけはいこれでね一周ぐるっと引き抜き編みでいきたいと思います一周ぐるっと引き抜いてきてくださいはいじゃあ一番最後の目までぐるっと引き抜き編みしてきました ここは引き抜いてる前段の引き抜きのところですね一番最後の目がここなのでここに、えー、引き抜いてきましたそしたらここにチェーンつなぎをしたいのでまずですねよいい、えー e、ぐらいのところでチェーンつなぎして糸始末できるなっていうところで糸を切りますはい。そしたらですねこれをあと、えー、抜いてスコット抜いて 置いて、はい、じゃあ針に糸を通したらえっ、ー、と一番最初のマークした最初のとこ,こですねこの子のところに、えー、この子から数えてね今ここまで73目なんです。で一番最初のここに入れてよいしょここね。でよいしょよいしょよいしょちょっと待ってよ。よいしょ。 この子の、この子が繋がってるのがここの子ですね。ここの子ですね。そしたらこの子が入ってるここ。この子が出てきてるとこよく見てくださいよ。この子が出てきてるのが、この穴から出てきてるんですね。ここ。なので、この鎖の中に入れて、裏はね、結構しっかりタバコと取ってほしいんです。この辺まで。 ししっっかり裏取って、そこにこにうね、ね通します、ねまあ、ちょっとモリングいらんので取っときましょうかそうしたら他のとことサイズが同じような鎖になるように引き締めてで針の子も引き締めるはいこれでね今74個目を作った感じです1目これでねはい。 でこれで分からなくなったので、あとはもう裏で糸始末してもらって終わりです。お疲れ様ですで、ね。もうめちゃくちゃしっかりしたやつになってます。これはもう上から叩いてもへちゃがらない。ね、すんげえしっかりしたやつができてます。はい。それではね、えー、次回また蓋をやっていきたいと思います。はい。じゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。